中日関係者、監督は井上和樹と二村徹の二択。複数のスポーツメディアは、最有力候補に井上和樹二軍監督の名前を挙げている。鹿児島省からドラフト2位で入団し、中日一筋19年で現役を引退。中日では一軍打撃コーチ、二軍監督を歴任。20年から22年までは矢野阪神でヘッドなどを務めた。今季の二軍は、ソフトバンクと最後まで優勝争いを繰り広げるなど、その手腕に期待する声は少なくない。そんな中、井上二軍監督とは別に、監督候補として噂されている人物がいる。二村徹編成統括ですとは、地元マスコミ関係者。井上なら矢野先生が、兄貴ほか乱闘要員の皆様が戻ってきそう。地味な監督だと観客減っちゃうやん。浅尾監督とかはないの？あるかもやけど今はええやろ。明らにさせろよ。監督の前にフロントの再整備しろ。星野の悪いところを受け継いでるからな二村。井端は代表監督契約延長したよね？嘘確にしても井端が代表監督契約済みというコーチの情報との整合性すら取る気ないんか。ドラゴンズの問題はいつだって経営陣。ファイターズは新庄さんの力もあるけど球団も良い環境を整えようと頑張った。AI 監督でいいわ。負けても今ほどムカつかないやろ。チャット GPT 監督爆誕。スタメンの守備位置とかすごいことになりそう。ご視聴ありがとうございました。